はい、クドパンから。五田米高校本庄ってことは浅草だべかな。まい、わらん。お、両国馬借券。おら、東京さ行くだ。場所を調べてみるかな。道の端までもあるな。ということは二の端も、あ、あるあるある。じゃあまず一の端にでも向かってみるべ。ドラドラ、一の端、一の端と。お、一の端通り。ということはこの道でいいんだべな。あれはむつ部屋。ということは、青森県出身の親方でもいるんでねえかな。行ってみるかな。ん、なんだべこの立て札。ほう、なぬ握れるし発祥の地だと。早くミッション片付けて、あー、森の寿司食いてえなー。音よだれが。どこだったらと、そろそろ一の端旅かな。お、建物発見。ドラドラ、実はと、一の端と一の端で、オッケー、バッチグー。お、おたげ人おるな。なんだべ。これで、まも、大金持ちだべ。宝くじ買っていくべかな。ん？こっちだべかな。行ってみるべ。おー、立派な株だな。お、なんだべ。あそこに立て札あるな。今はこの辺りかな。ん？うわ！池田様の
かげで無事にここまで来れました。イエイ。今日も暑なー、こまめな休息が大切だべ。それにしてもなーしてこたらことさねばまいんだべが。ここら辺が、ここの松坂城民、これが木立てです。ここが木立てなんですね。あ、ここにありますから、京王道路大きな通りを越えてもう一本越えまして、ここら辺に江戸博がありますから、そこをこの通りが国際通りと言いました。ここを100メートルぐらいありますと公園があります。公園、で昔は考察っていうのがありまして、あそこに津軽神屋敷とか書いたものがあったんです。ちょっと今は撤去してはありませんが、ないんですか。あのその後ろ側にですね、今あの葛飾北斎館を建てるテントがかけられてまして、そこ一帯8000坪が実は春屋敷になっています。まったく東京はビルばっかりで、右も左もなんもわがねじゃ。どすこいどすこいどすこい、はぁ、よいしょ、はっ、ふっ、青森県歴史発見。どすこいメジャー。ガイドさんの話だとここら辺でなかったかな。うん、おドラー、あー本当になんもねえな。でも本当にここなんだべがな。信じない兄者。はあ、和菓子は名刺、花もめごいねえ。ソリンに引き換え、わあは何してるんだべが。はあ、まったく車は何本無茶な飯を出すんだべか。何もねえがな。ブツ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 。お、また立て札だ。何やに、高砂の東は津軽神屋敷の跡であったこの地に神屋敷跡発見。2、おかげさまで無事に神屋敷の痕跡見つけました。さすが相撲王国は森、横綱も多いねーって北海道に負けてらんでねえか。結構歩いたような気がすんだけどな。おかしいな、そろそろ堀があってもいいんだけどな。お、スカイツリー、あれここ堀でなくなったんだべが。何もねえや、行くべ。おお、津軽稲荷神社、ひょっとしてここが。覗いてみるかな。また立て札でもねえんだべがな。お、津軽稲荷神社は、ふむふむふむ、津軽城のための部の下屋敷にてって発見。
よっしゃ、発見ミッション終了。これでうまいもん食えるぞ。というわけで、まあ、休憩休憩と。仕事をやり終えた後の草もじゃ本当にメジャー。エヴァ、早手に乗って一路青森。